皆さんこんにちは。今日はですね、行政書士の試験の受験生の方、行政書士の試験に向けて勉強されている方向けの動画となります。昨年ですね、私2013年度の行政書士試験に合格しました。で、勉強法がですね、独学でやっていたんですが、途中でですね、どういうふうに勉強したらいいのかとかですね、わかんなくなったりですね、いろいろ考えたりすることが多かったんですね。なので、きっとですね、僕以外にもそういうふうに思っている方、他の人どういうふうに勉強してるのか知りたいとか、そういう方はたくさんいると思うんですよ。なので、今日はですね、そういう方向けにですね、昨年合格した、たった一人ですけど、昨年の合格者のうちの一人がですね、どういうふうに勉強していたかっていうのをですね、今日はご紹介したいと思います。もしですね、参考になれば幸いです。ただ私は予備校講師ではないので、ここは一点お断りなんですけど、過去の試験を分析して、こういうふうにやったっていうわけではないです。なのでその点だけはご了承ください。ただの試験、ただの受験生です。なので、自分に合ったやり方っていうのをですね、なんとかですね、見つけ出してやったら受かったという感じです。なんでね、皆さんも気楽に聞いてください。あ、こういうやり方もあるんだなとか、こういう勉強法もあるんだなぐらいでですね、聞いてください。もしくはですね、これでやった方がいいんだな、自分の考えてたやり方でいいんだなぐらいです、気楽に聞いてくださいということで、いろいろですね、これから勉強法とかですね、ご紹介していきたいと思います。でですね、まず僕はいつから勉強をしていたのかということなんですが、平成24年度2012年度のですね、試験も実は受けてたんですね。なんで僕2回目で受かったんですよ。なので勉強自体は2012年の3月の終わり、4月からですね、4月から勉強していました。で、大体1年目7ヶ月間結構がっつりやったと思っていたんですが、結果はですね、試験の結果ですよ、90何点だったんですね。100点に届かなかったんです。100点満点のテストといえば30点届いてないぐらいですかね。30点届かないぐらいだったんですね。すごくですね、たくさん問題集ね、何週もやったりとかしていたんですが、このありさまですよ。別に特段ね、平成24年度難しかったわけではないんですけど、合格率も普通でしたし、難しくなかったんですけど、で、90点ぐらいしか取れない。で、何がいけなかったのかなと思ったらですね、やっぱり勉強法だと考えたんですね。結局本番で点数が取れないっていうのは、単純に自分の頭の中に知識が入ってないから。今までずっとやってきて7ヶ月間勉強してたけど、それが全然身になってなかったと。勉強やってなかったわけじゃなくて、やっててできなかったので、勉強法がいけないんだなと。それも独学だったんですよ、1年目。なんで、2年目はガラッと変えました。で、まず1年目の勉強法ですね。これはもう単純です。とにかく問題集をやる。問題集をやるんですけど、こう記号で、ご支度率。なんで、正しいのはどれかとか、間違ってるのはどれか、それを一個ずつ選んでいく。で、それをバーッと繰り返す。で、間違ったらどこが間違えてたのかとか、それをですね、基本書でチェックしたりとか、そんぐらいでした。そしたらですね、90なんてだったんで、2年目はですね、とにかくもうやるしかないということでですね、ここが2年目の勉強法です。2年目はですね、もう一回ですね、1からまず、基本ね、叩き込むために基本書をもう一回1から読み直しました。法律の部分で問題集いざやろうというところですね。1回目は今まで通りですね、とりあえず記号を選んでってどんどん進めていくっていう感じで、1回目だけですね、それをやってたんです。で、2回目以降がですね、大事なんですよ。何したか。これですね、すべての選択肢をくまなく見ると。精読する。みたいな感じです。
具体的に、当時のノートをです、見ていただければわかると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。この辺ですかね。こんな感じでですね、すべての選択肢の、例えば5個あって1つだけ合ってる、正しいものを1つ選びなさいって言ったら、こう4つは間違ってるんで、どこが間違ってるのかとか、間違ってる部分を正しい言葉に直して書き直したりとか、そういうのをですね、もうとにかく繰り返しましたね。何回も同じ問題やるんですけど、なんかですね、あったり間違ってたりする問題があるんですよ。なんでそれって結局はまだ分かってないってことなんで、まあ、それももう一回やったりとかですね、何回も本当にやり直しましたね。この行政法ですね、行政法もですね、まあ、こうね、一問一問全部ですね、選択肢を選ぶこと自体は合ってたりするんですけど、こういうのはですね、そうですね、選択肢はね合ってるんですけど、自分で書き直すと違うんですよ。自分の思ってたところと何が違うのかっていうのが違ったりする。これもそうですね。例えばここですよね、選択肢、237番の問題、これ選択肢4番が間違ってるのは間違ってるっていうのは分かるんですけど、じゃあ他の部分何が違うんだろうっていうふうに考えた時に、5番がね、他の部分何が違うの、説明しようとしたら5番がですね、全然違うこと書いてた。つまり1個だけ分かっててもダメなんですよ。全部の選択肢でどれが違うのかっていうのは説明できるくらいにならないとダメなんだなっていうふうには、それがですね、1年目は僕できてなかったんだというふうに考えております。とにかく選択肢ね、過去問演習の場合は選択肢あね、5子択一で1個合ってればいいんじゃないんです。他のところは何が違うのかっていうのは全部説明できるぐらいにならないと、まあ、なかなか大変だなと思います。まあ、みんなそうですよね。例えばこの132番の問題とかですね、僕もこれなんだ、何回もやってるはずなのに、もう4回目3回目とか4回目ぐらいだと思うんですけど、これ全部どれが違うんだっけ、全然分かんなかったんです。なんでこうやってもうね、でも赤で書いて、で口でね、もごもご言いながら書くんです。そうすると頭使って、目使って、手使って、口使ってと、そうするとね覚えますよね。こんな感じです、ノート。とにかく間違ってる部分はどれが間違ってるのかなと、そんな感じですね。でもこのね勉強法を確立させたのも大体いつだろう、5月ぐらいですかね。で一番最初に1年目にやってたのはこんな感じですね。これはまあ2年目にね、ちょっと一番最初にざっくりとね、どんな感じでできてるかなっていうのをやったんですけど、これだけじゃね結局自分の力がついてるか分かんないんですよ。過去問の答えを覚えてだけかもしれない。なのでしっかりね、一問一問の選択肢を全てこうやって書き出してみる。間違えたら赤で書き直して、次はこれ説明できるようにしとくと、そういう風にねするのが、いいと思います。実はですね、僕はこれしかやってなかったんですよ。だいたいね9月ぐらいになると、この模試、いろんな予備校のね模試とかあると思うんですけど、それもですね、こういう風にね解いた後に解説聞いたりして、その後ですね直しとかですね、繰り返しこうやってやっていくんですよね。もうほんとこれの繰り返しでした。これだけやってた感じですね。もう自分の勉強法、だいたい5月ぐらいにですね、過去問の解き方のこのやり方を確立させて、あとはもうひたすら直前までずっとこのやり方でやってたんです。そうするとですね、やっぱり一個一個の選択肢をこうくまなく読んでって、間違ってるところを探していくとですね、選択肢をかなりね、いろんな選択肢、あ、この選択肢って何かの問題にあったなっていうのが被る部分が出てくるんですね。でそういう被った部分の一部がですね、本試験でも出てきたり、あ、
これなんかあったなと、これに似たやつあったなと、これこの選択肢って確かあの問題ではこれが正しいやつになってたなとか、そういうふうにですね思い出せればもう試験の問題解けますよと。なんで1年目はそれができてなかったんですね。なんで僕はその反省してこのやり方をしました。とにかくもうやりまくると、全ての問全ての選択肢 目を通してじっくり読んでって何が違うのか、どこが間違ってんのか、じゃあ正しく直すとしたらこうかなっていうのを全部やって、それをやってさらに間違えたら赤で直す、そんな感じで、勉強してました。これしかやってません。すいません、せっかくなあのね期待してなんか特別な勉強法があるのかなと思って期待して見てた方にはですね、ちょっとあそれだけなのと思った方いるかもしれない。逆に言えばね、それだけやれば相当力つくんですよ。1年目とは全然違いました。点数がね100点ぐらいアップしましたね。僕は1年目その90何点だったんですけど、2年目受かった年はですね198点でした。なのでまあちょっと簡単だったっていうね見方もあると思うんですけど、まあ、とにかくですねやったらやっただけ本当に見たことあるぞっていう問題増えますので、このねやり方、まあ、もしちょっと時間あれば、挑戦してみてください。はい、あとですね、まあ勉強時間どれぐらいやったらいいんだろうって、まあ、思う方も結構たくさんいると思います。僕自身もですねどれぐらいやったらいいのかよく分かんなかったんですね、まあこれだけ言えるんですけど、とにかく、たくさんやると何時間とかはねあんまりこだわらない方がいいと思います。でちなみに僕の場合はですね、まあ、大学に行ってたっていうのもありますけど、そうですね1日まあ学校ある時は3時間とかでしたね。そんなに多くないです。で、夏休み中はですねいつも5、6時間ですかね、午前中にあとは10時ぐらいにですね町の図書館に行くんですよ。で12時まで午前中やりますと。で一旦ご飯を食べて、まあ、僕はいつも昼なんですを見てたんですけど、まあ、昼なんです見終わってですね、まあ、大体2時ぐらいに向こうに着くようにですね、まあ、ニュースは別に見ないんで、2時ぐらいにまた図書館に行きまして、そっから2時から5時ぐらいまでですかねやってましたね。で長い時は閉館時間7時までなんで7時ギリギリまでやっていたりもしました。まあ、その時のですね状況によります。まあもう今日はやりたくないなって思ったら大体5、6時間5時間ぐらいで切ってましたね。で今日はいっぱいやるぞとか、もうやらなきゃいけないこといっぱいだっていう時にはもう閉館ギリギリまでやって、あと夜も1時間ぐらいちょっとやったりとかはありました。で直前期もですねあんまりペースは変えませんでしたね。乱すと逆に疲れそうだったんで、だいたいいつも6時間ぐらいですかね、5、6時間が基本になっていたかなと思います。次にですね模試ですね、9月ぐらいになってくるとだんだんね実践形式みたいな感じでですね、問題演習やったりですね過去問じゃないや、何ですか予想問題みたいなのを解いてみたりっていうのをですね、だんだん皆さんしてくると思うので、まあ、僕どういうふうにやってたかというのをですねご紹介します。まずですね、こちらの伊藤塾さんのですね模試をですね2回分受けました。やればできる、必ずできる、伊藤誠、伊藤さんのねあの言葉が載ってますが、まあ、これですね伊藤塾の、模試をですね2回分やりました。中間模試と最終模試セットになってて確か5000円だったかな、片方だけだと6000円だったんですけど、じゃあ片方だけだと3000円だったんで、別々に申し込むとね6000円なんですけど、一緒に同時申し込みすると5000円で受けられると。でこれもですね同じく、まあ解説の動画があって、その後、まあ、何回もこれを見てですねやり直すんですね。全部こう中にね、問題と裏に解説ついてるんで、これをですね読んでさっきと同じように全て間違ってる選択肢とか全部の選択肢をもう一回見ました。
で何回も書き直して、それもね2週ぐらいはしたと思いますね。そしたらですね、伊藤塾さんの模試からですねと似たような問題が結構出たんですよ。民法とかもそうですね、あれこれ伊藤塾の模試で似たようなやつやったなってのが確か何個か出てたんで、まあ僕は伊藤塾の回し問題はないですけど、まあ、ちょっとおすすめしますね。伊藤塾の模試結構ですね的中率高いんじゃないかなと思います。であともう一つですね、こちら元試験委員が監修行政書士2013年法改正と完全予想模試3回分、こちらもですねやりましたね。こちらも最初この取り外せる差し取り外せるんで、まずこれ自分でやってみると、でやった後に、まあ、丸付けして解説を読みますと、解説読みますと、じゃあ次どうするかと、科目ごとにその行政法とか民法とか科目ごとにですね、まあ、過去問演習と同じようにですねこれ一個一個解いていって、それぞれねどの選択肢が正しくてどの選択肢が間違ってるのか、で間違ってる選択肢はどこが間違ってるのかっていうのをですね一個一個またノートに書いていく、これもあの過去問演習と同じように、やりました。だからものすごい量の選択肢文章をですねもう見てきて、もうものすごい量の、ね、選択肢をですね正しく書き直してきたわけです。そうするとですね合格に一歩近づくと思います。こんな感じでですね、まあ実践演習は5回分やりましたね。この中間模試、伊藤塾の中間模試と最終模試と、あとこの3回分のね、予想問題、これをですね、僕はやりました。9月ぐらいでしたかね、9月の半ばぐらいにまず中間模試が送られてきて、でその後に10月の終わりぐらいでしたかね、最終模試があったのが、でその間にこれ自分でねやりたい時に図書館に行ってやっていたという感じです。こんな感じでですね僕は昨年、試験勉強を行いました。というわけで、こんな感じでですね私昨年勉強をしていたんですが、どうでしょう、まあなんかお役に立てればいいかなと思います。もちろんね、これはちょっと自分にはあんま時間ないから無理かなとか、そういうのはですね、それぞれ人それぞれなわけなんで、あると思うんですが、もしね時間あって、一問一問選択肢一個一個ですね見ていけそうだっていうならばですね、こういうやり方、一ついいやり方だと僕は思います。皆さんのねお役に立てればいいかなと思っております。最後にですね、昨年度私が使っていたですねそのテキストとかそういったものをですね紹介しておしまいにしたいと思います。まずですね基本的な基本事項の確認とかですね、知識頭に入れるにはこちらですね、レックさんのですねデルジュン行政書士合格基本書、こちらの方ですね使っていました。これ2年目ですね。1年目はフォーサイトというところのですね、通信教育のフォーサイトというところのテキストを使っていたんですが、2年目はですねこちらにしましたね。で同じく問題集過去問集ですね、こちらウォーク問、これ同じやつですね、レックさんのやつを使いました。問題数がねめちゃくちゃ多いんですよ。これだけで法律ですからね、全部法律科目、憲法、民法、行政法、商法と、あとは、何でしたっけ、基礎法学か、ここはねものすごい量あるんですよ。何問あるのかな、多子選択式までは400問ぐらいありますね、これで、これだけで、なんでもうものすごい量ですから、これ、これを使ってました。行政法だけで100何十問ありますからね、170問ぐらいありますから、かなりボリュームありますね。でこちらですね一般知識、これはですね買ったはいいんですけどほとんどやってません。あ、やったのはですね何でしたっけ、あれだ、個人情報保護とあの情報通信ですね、これとあとちょっとこの社会保障とかやったぐらいですね。まあ犬税とかわけわかんない問題本試験で出てきたんで、あんまり一般知識はですねがっつりはやんなくていいと思います。基本的なところを押さえておけば何出るか分かんないですからね。とにかく情報通信、個人情報保護と文章理解、これで6問を突破すると、それがですね大事だと思います。で、あとですね模試の方はさっき言いました、伊藤塾の中間模試、そして最終模試、あとは、
何でしたっけ、ちょっと待ってくださいね。これでね、この行政書士の予想問題集はこれですね。1ページ目にですね、こうやって1ページ目じゃない、2ページ目ぐらいからですね、こうなんか改正されたね、法律どの辺が改正されたとか、そういうポイントが載ってるんで、これもちょっと目を通しておくといいと思いますね。こういうの多分いろんなですね、こう予想問題集出てると思うんですけど、大体みんなそういうどこが改正されてるとか書いてあると思うんで、まあどれでもいいと思います。僕はこれを使ってました。で、6法ですね。行政書士試験は法律の資格ですから、このね6法がね絶対必要です。これはね、行政書士試験6法でもいいですし、これ判例6法でもいいですし、条文だけ載ってるポケット6法とかそういうのでも全然いいです。とにかく条文大事、法律の資格ですからね。で、あとですね、まあこれはおまけ程度です、全然なくてもいいんですけど、こちら行政判例ノート、これね行政法の判例がたくさん載ってるんですけど、まあ、僕はこれ学校のですね行政法 B の時間の、まあ、教科書に指定されてたんで、これ買いました。中にはですね、こう、まあ、いろいろこうやってですね、判例が載ってて、判例6法と違うのはちゃんと趣旨、どういう事実どういう事件なのかっていうのが載ってて、それに対しての趣旨ですね、判例載ってて、でその下にですね、この事件はここが大事なんですよというのですね、ポイントが載ってると。まあこれはあってもなくてもいいんですけど、国家賠償とかだとね、やっぱ判例とかすごい大事ですので、まあ、あるといいと思います。はい、ということでですね、行政書士の勉強法について、いろいろご紹介しました。まあ最初も言いましたけど、まあ、5000人ぐらいいる合格者の中のたった一人の、ね、やり方なんで、これが全てではありません。またね、人によってその生活環境も違いますから、たくさん時間取れる人もいれば、仕事とか忙しいからあんまり時間は取れないっていう人もいると思います。なので、まあ、参考程度にね、して見てください。もしね、時間あって、このさっき言ったね、あの一つ一つの選択肢見ていくとか、それをですね実践できそうならば、それやってみてください。こんな感じでですね、まあ、軽く考えていただければ構いません。こういうやり方もあるんだなということですね、最初も言いましたけど、そのように考えていただければと思います。それではですね、まあ、あと5ヶ月ぐらいですね、本番まで、勉強の方、受験生の方は頑張ってください。それではですね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは。